教えてあげようか。聞きたいでしょ、すっごく得する話よ。教えて、聞きたい、うん、でもね、これ本当に得するからね、ただじゃ教えてあげられないな。いいじゃない、友達じゃない、教えてよ。でもいくらね、これもね、友達だからといってただじゃ無理。そうね、じゃあ1000円どう？1000円だって。お金取るの？安いもんよ、この話を聞くのに1000円。本当に、うん、得よ得。人生変わったかもしれないよ、うん、じゃあ払うよ1000円。もう偉い秋。実はね、こうしてね、うん、得する話を教えてあげるって言ってね、1000円もらうでしょ。もう簡単にお金が儲かるっていうこと、わかった？そっちゃね、ごめん、あんたすごい得の、うん、じゃあね、バイバイ。うん、なんか騙されたって感じするけど、まあいいや、私もやってみよう。ひーろちゃん、あ、おはよう。おはよう。ねえねえねえ、得する話聞きたくない？話、うん、すっごく得する話。どういうの？聞きたくない？あんま興味ないからな。そう、聞きたくない？あんま、うん、聞きたくない。いやいや、お願いだから聞いてよ。聞いてもらわないと困るな、私も。うん、聞いて。じゃあさ、うん、1000円でどう？1000円、うん、1000円払ったら聞いてあげるよ、くれたら。うん、じゃあ1000円払うわ。はい、ありがとう。ちょっと、ね、何その話って。え、だから人にね、うん、得する話をするって言って、うん、お金を儲けるのよ。儲かってないね。じゃあ私が儲かっちゃったんだな。じゃあ急ぐからさ、じゃあね。ありがとう。天外魔境2に挑んでいる僕、君、あなたに得する話。天外2にはこんなイベントも用意されているのだ。まるまる太ったおいしい豚におなりなさい。時は20世紀末、文明の乱熟期にとある特別教育機関が設立された。裏若き少女たちだけを集め、来るべき新世代を切り開く知性と肉体の育成を目的としたその学園は、人々に畏敬の念を持ってこう呼ばれた。セイント PC ハイスクール。この番組は NEC ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。僕ドラえもんです。ドラビアンナイト始まるよ。みんな知ってるドラえもんがアニメそのまんまに喋ります。4つの世界を舞台に大活劇アクションゲーム、スーパー CD ロムロム用ソフト、ドラえもんのび太のドラビアンナイトは5月29日君んちへ。バイハドソン。どうもこんにちは、武井デリコです。見てください、このスタジオの拍手。今まで3回放送してこんな拍手があったでしょうか。初めてこの拍手、テレビ見てる皆さんは、このスタジオにはスタッフが2人しかいてないと思ってるんですよ。たくさんいてるんです。この拍手やっぱりバラエティみたいな感じですね。セイント PC ハイスクール始まりますが、今週もクレアの3人です。よろしくお願いします。クレアはあのゴールデンウィークはどうするんですか？うん、遊びたいですね。羽を伸ばしいの。え、仕事は？
いや多分レコーディングアルバムがね、うん、来月っていうか6月に出るんで、あ6月アルバム年の、はい、の予定なんですよ、ね、タイトルはまだ決まっていません、ま、天外魔境とかシングルは決まってるんですけど、えシングルの方は決まってる、あシングルの方は決まってる、俺いつもシングルやけど、あの5月21日に出しました、眩しくてが出ますおい無視すなあシングルが出るわけ、はい、あそれのレコーディングをもしかしたらするかもわからないな、はい、アルバムの方で、あそれもしなかったらどうすんの、プライベートとしてどっか行こうかなとか予定してる、泊まりっこしようかな、え何泊まりっこ泊まりっこって何なんかメンバーの家こう泊まるのそしてメンバーの家をね泊まりに歩こうかな、嘘やん僕も泊まりに行って絶対嫌だ、なんでやねんいや自分のパジャマ持っていくし、あじゃあいいです、じゃあ枕持っていくし、あそしてみんな泊まりっこするわけですね、はい、そしてもうこの3人です、よろしくお願いします、もうこれゴールデンウィークはどうするんですか、私は、うん、ダイエットします、無理にゴールデンウィークに決めてでもそれ今からでもやったらいいかなと、フィットネスクラブに通って痩せます、別に痩せんでもねそんなに太くないじゃないですか、デブエとか言われる、デブエって言われるの、二人はどうすんの、伊藤と朝山は、私は、うん、多分、うん多分、うん、家族と旅行かもしれないし、うん、あんま行きたくない、本当に家族、なんで家族って、うん、家族という名のちょっと君ら黙っとってくれる、モモコの話してるから君ちょっとあの視聴者からハガキ来てんねん、うるさいってちょっと喋りすぎ、もうこれ聞いてる、家族と旅行、多分どこ旅行行こうかな、それはまだ決まってない、それは決まってない、もう菊池はね今週で2回目ですけど慣れましたか、はい慣れましたか、はい、クレアは慣れましたか、もうそらもう1本目から慣れてるわうるさいぐらいやもんな、ということでセイント PC ハイスクール始まりです、人はなぜ戦うのか、その目的にはいろいろあるが最も重大なものは愛である、愛があるゆえに強力な敵との死闘もハードなステージも乗り越えていけるのだ、それでは愛に満ち溢れた戦闘シーンの数々をご覧いただきたい、今 VTR 見てもらったようにビジランテ魔境伝説ニュージーランドストーリー、それからスプラッターハウスと4つのゲームを見てもらったんですけど、このゲームの内容というのはヒーローがその愛する女を助ける、そういうのが主流なんですけど、やっぱ女の子にとって憧れるでしょ、かっこいい男の子が助けに来られるというのは、でもやっぱり助けてもらうにはやっぱり愛される女にならなかったからはね、いやなってますよどこがスウェーデンで鏡じゃない、例えば愛される女になるにはどういう風な女の人が愛されると思う、やっぱ優しい心ですね、優しい心、例えばどういう風に優しくしてあげるんですか、それ例えば彼氏ができたらやっぱりね、うん、吉田さんだったらどうします、何だし逃げましたじゃないですか、えじゃあ井上さん、私知りませんよ、あの伝達ゲームしてたった時に、ね、うん、力を貸してあげたりとか、例えば彼が病気になった時に横で看病してあげるとか、うん、朝山とかはどうですか、そう愛される女になるためには、うん、分かんない、その笑顔はやだなこの飛び交うトークの中から美しい目音はよつった名作ソフトを見てもらいました、それではビルダーランドをちょっと見てください、どうぞ、ある穏やかな暖かい日、メルバ君は愛する奥さんとピクニックに出かけました、ところが突然凶悪な大悪党クラッチスが現れ奥さんを連れ去ってしまったのです、さあ大変、メルバ君は愛する奥さんを助け出すために一人クラッチスの隠れ家へと向かうのでした、このビルダーランドは全く新しいタイプのアクション&パズルゲームだ、ステージにある様々な障害物やモンスターをアイテムやブロック、階段などを利用し
ある時は移動、またある時は攻撃しながらクリアしていかなくてはならない。しかもゲームはリアルタイムで進行しているので、的確で素早い判断でコントローラーを操作しなくてはならないのだ。まさに愛と勇気と英知のゲームと言えよう。投げてきますね。泣けるな。なんで泣いてるか知ってるか。君らはあまりにもすごい意見が飛び交うから、それでちょっと泣いてるんですけどね。さっきの見たでしょうか、ああいう夫婦愛ね、夫婦でピクニックとか行って、そんでなんか悪いやつにね、愛する奥さんを連れて行かれて、それを助けに行くのにね、夫が一生懸命いろんな関門を突破していくという、このゲームね、え、素晴らしい、感動するじゃないですか。やっぱりこの中でちょっと今から質問しますけど、彼氏のいてる人、正直に行こうや、これは彼氏いてる人、好きな人いてる人、お、あ、それも、それよ、俺が違う、まだ泣いちゃうから、先生まだマネージャーか、俺の、そうです、そうですか、そうですか。それは学校の中のクラスの子ですか、違う、え、それは学校以外の好きな人は、うん、風間トオルどうしよう。で、例えば彼氏作るなら、こういう人とこういう付き合いをしたいなっていう、なんか理想はありますか、菊池なんか、うん、野生的な人と菊池はゴールデンウィークに痩せたいというし、野生的な人、どんな人なんでしょうか。なんか今の人って格好とかに気使いすぎじゃないですか、うん、そのおばさんみたいな。いや、でも菊池の意見好きよ、その格好とか、うん、そういうのは関係なしに、はい、やっぱお金のかからないデートね、二人山登ったりとか、つぼらなだけなんじゃん、今、今どういうの、嘘、いやー、うん、そうですね、テレビどうする、本当に遊びに来てますね。本当に。いやでも、うん、ね、もう自然、うん、あ、もうお互いね、そういう、うん、嘘とかそういうのがなくて、うん、オープンに本当に自然に付き合える人やったらええと。別に顔とかそういうのはこだわらない。もう全然、うん、ね、そういうのお互いがどっかが付き合ってもいいじゃない。はいはい、そんな自然な付き合い方をしたい、うん、吉田は、うん。人柄の人がいい。人柄。なんか違うよね、かっちゃん言ってることがね。人柄、おかしいね。例えばどんな感じ？あの、カンさんみたいな感じ。え？カンさん、カンっているじゃないですか、愛は勝つ。はいはいはい。ああいう人がいい。でもね、気が多いんですよ。なんでそこにそういうこと言うの？森のように、ね、あ、井上はどうですか？うん、私ですか？うん、そうだな。素朴な人で、うん、結構いつまでも少年のような心を持ってる人。ああ、例えばどういうふうな付き合いされたとか、そういう彼ができたら。そうだな、うん、うん、なんだろうね。浅山は頼れる人がいいですね。頼れる人がいい、うん、おー、伊藤は、好きになった人。あ、好きになった人が好きになってしまうと。セント PC ハイスクールでは、クレアやモモコと一緒にゲームの勉強をしたいという女の子を募集しています。詳しくは雑誌モモコを見てください。敵か、なんだ、過去最大級の感動と迫力は君の大脳を直撃する。ラグザットがその全てをかけて世に送る驚異のドラマチックシューティング、いよいよ PC エンジンに登場だ。スプリガンマーク2、山村美沙サスペンス、金銭化京江皿殺人事件もすごい。ラグザット、UFO、 リンディ、スクラヨーヨーならできるスーパーアクション、スクラヨーヨー、お店で待ってます。命中率 100%、 150連発、これがパワフルシューティングだ。セーフティーウォーターアクション、スクラオリジナル
エアウォーターガン新発売。2時間目の教材はこのソフト、源平東魔伝巻の2だ。魔界での復活を狙う頼朝の野望を阻止すべく戦うアクションゲームのこのソフトは、中世日本のさまざまな物語に登場するキャラクターたちが魔物となって登場する。例えばこの美少年との誉れ高い牛若丸もこのように恐ろしい魔物となって立ち塞がってくるのだ。それぞれの敵キャラの特性をうまくつかむことがこのソフトの攻略ポイントとなるといえよう。ということで今の VTR はこの源平東魔伝巻の2という、これなんかすごい怖いですよね。敵のキャラクターがすごいバラエティーに飛んでますけど、どうですか今の見て。なんか、ね、キャラクターがたくさん出てくるんですけど、その中でも骸骨天使が、はいはい、すごい怖いですね。あれがね、なんか不気味な感じしますよね。朝山とかどうですか。敵も怖いけど、味方っていうか、攻撃してる主人公、その人も怖いですよ。それも怖いなんか全体に怖いなというはいはい、顔とか作りとか、映像はやっぱ怖い。ねえ、ちょっと怖さがありますけど、これ実際にこのソフトを作った制作スタッフの中で実際に怪我人が出た人がいてるんですよ。それちゃんとねえ、お払いとかいうのあるでしょ。ああいうの、ああいうのやってるにもかかわらず怪我人が出た人いてるんです。ですからこのゲームもやっぱり遊ぶ時にはそれなりの気合を入れて、呪いとかそういうのがもしかしたらあるか分かりませんので、それは心して皆さんゲームにかかってください。分かりましたか。はい。源平の呪い。前に進め。そんな。おお。あたし自分が動いちゃいそう。源平の呪いじゃん。目の教材はこのソフト、ザ・デビスカップテニスだ。世界16カ国トップランキング32人を相手に対戦、トーナメント優勝を目指す。6つのパラメーターを調節することにより好みのショットバランスを作れるほか、対戦コートも4種類の中から選ぶことができるという優れものだ。さらに対戦モードの場合、画面が上下2分割となり、よりリアルな対戦プレーが楽しめるようになった。ということで今 VTR 見てもらったのがザ・デビスカップテニスというね、テニスのゲームなんですけど、今日は体育の時間でテニスをやってもらいます。皆さんラケット持ってきましたか。はーい。どう家忘れてきたんだ。ちゃんとな、今日来る前に家枕元にちゃんと置いとかな。そんな余計忘れた。分かった、お母さんが布団叩く代わりに使ってんのちゃうか。それやるかも。やりたくなかったってどういうこっちゃ。みんなテニスの経験ある人。お、朝山は経験あるの？いつやってた？小学校の時。部活の時何年ぐらいやったんですか？2年。2年ぐらいやった。そしたらもう最初のこれあるやん。シュッてやるやつあるやん。怖い、怖い。ちょっとやってごらん。投げちゃって。いや、そのボール投げ、そのマネや、これ。怖い。ちょっとやってごらん。それちょっとあんたやん。ちょっとあんたやん。怖いでしょ、本当は。怖い。目的が違うから。
ないですか。僕はね、もう昔からテニスをやってましたから、僕の華麗なテクニックを見てもらいたい、はい、君らがどんなサーブの打ち方をしてきても何でももうボン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 受けちゃいます。大丈夫です。それでは僕はこう用意してください。よろしいですか。何でも来てや。そこまで言いましたね。言いましたどんな球でも投げてこい。よっしゃ華麗なテクニック。お前ほんま危ないわ。誰が、どうしたんだ。誰が、まあ、全員で投げるんだ。我が道に敵なし。広大なジパングに繰り広げられる奇想天外な大冒険絵巻。天外魔境ハドソン。 PC エンジンデュオ。 CD ロムがゲームの世界を変えた。スーパー CD ロムソフトのベストセラー、天外魔境2。デュオだからできるスーパーエンターテインメント。映画よりも小説よりもその感動は深く大きい。スーパー CD ロムゲームマシン PC エンジンデュオ。CD ロムは NEC。 クレアの激烈最新情報。またららら、また最新コーナーだけど、いいコーナーだ。どんなんじゃったと思うんだけど、そうかしら。激烈最新だっていうね。そうだね。何これは。今日はデーハー。じゃあこのデーハーからするね、最近私たちが凝ってるファッションを皆さんにご紹介しましょう。アキさんはどういうのが好き。そうね、ジパンとかも好きでね、うん、でも最近モノトーンが冬場多かったからピンク系とかそういう明るい色とかに着ようかなと思って、うん、あ、でも私も負けないぐらいピンク化して。あとね、男の子はね、シブカジっぽいのね、着てほしいなって。デルカジもいいよね。キルカジもいいよね。ちょっと似合ってればいいよね。まあ、ファッションのことは置いといて、ここらで PC エンジンソフト情報をお送りします。はい、私たちの新曲のように、そしてこの衣装のように豊富なソフトを紹介しちゃいます。どうぞ。まず最初のソフトは、1人から4人までの多人数プレイが可能なカラーウォーズ。 4×4×4 の範囲に自分の色のボールを置いていき、相手のボールを挟むと自分のボールになるという 3D パズル。1人でじっくりと頭を悩ますのもよし、大勢でワイワイパーティー風に楽しむのもよし、一家に一つの必需品ソフトだ。あ、続いては私のように可愛いソフトでご紹介したいと思います。アーケードゲームの中でも得意なグラフィックとギャグセンスでファンの多かったボナンザブラザーズがついに PC エンジンに移植された。悪の町バッドタウンに救う悪徳商社などから証拠品をかっさらって脱出していくアクションゲームだが、随所に見られるギャグで思わずニヤリとさせられてしまう。2人同時プレイの場合はこのように上下に独立したゲーム画面でゲームが進行していくのもとってもユニークだ。私は激しい激しいソフトをご紹介します。好評のハードシューティングゲームライザンバーシリーズの最新作が登場した。巡航速度を4倍にするオーバーブーストはもちろんのこと、バックアップウェポンもさらにパワーアップしての登場だ。そしてこのライザンバー3ではさらに強力なウェポンが装備された。多弾頭ミサイルのライザンバーである。ボタンを押し続けることによりエネルギーチャージ、強力な破壊力を発揮することができるのだ。テレビを見ているみんなも番組宛に情報なんかくれたらとっても嬉しいです。そしてクレアやモモコに素敵なお手紙をくださいね。待っています。お手紙をくれた人の中から抽選で豪華な商品をプレゼントします。マイクロワールドよりビルダーランドを10名様に、 PC エンジンコアグラ2を1名様に、 PC エンジンデュオを1名様にプレゼントいたします。クレアの激烈最新情報でした。
ということで今日もいろんなことやりましたが、あのドッキリはびっくりしたでしょ。ほんまにびっくりしました。今井はほんまにびっくりしてたもんな。ねえ、いきなりあれ出された時は、ああいうリアルすぎるのってダメなんですよね。うん、ちょっとあの骨格は朝山にちょっと似てるんですけどな、あの外骨が。いや、骨格人間の骨ってみんなあんなんやね。え、もう吉田とか全然怖がれへんな。あれ普通の時やると怖いですけどね、うん、ゲームに夢中だった。あ、ゲームに夢中だった。もうみんなはめるの上手いよね。なるほど、あんなパーン鳴らしても骸骨が、ね、俺ね、パーンって鳴るのダメなんだよ。風船割りとかね。また来週もこんなこと起こるだろうけど、来週お楽しみに。バイバーイ。びっくりした、俺がびっくりしたわ。泣いてる、泣いてる。井上が泣いてる。いや、言うとけど俺はこれ企画したんちゃうで、ね。